はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょい。ジョセスパターン、デデシシベタシブシャルブス。というわけで、やってまいりました。まだここ直してないです。もう少ししたら直しますというか、ソロプレイが終わったら直します。というわけで、今日もソロプレイです。前回ね、ちょっとまた性別チェックやらしましたので、特にね、進展なかったというか、でも、PP を回復っていうのが、ね、理解できましたね。なぜその発想がなかったのか。回復って言い方しないよね。マナを回復って言う？言うっけ？マナ。マナを支払って、マナを一点加えるとかだもんな。回復っていう感じじゃなかったね。やっぱ、なんていうかそのね。まあ。つうわけでね。まあそれは解決したってことで、PP 回復は強いってことがよくわかりましたね。うまく使えば全然強いっていうか、結局、マナ回復ってことは、実質そのプレイしたカードを引く、その回復、回復した分になるわけだから、コストがまあ、軽減されてプレイできてるってわけになるからね。それ強いわ。で、ソロプレイですが、確かユリアスさんの11まで終わったんですよね。なんで12、13、14やって、リリスさんやって、イワンさんか、長い。長いね。頑張っていこう。まあ、とりあえず今日はユリアスさんや終わりにしよう。バルタザールの幻を落としたユリアスの前に、夢の世界に管理してたリリスが現れる。まあ、そんなとこだろうね。で、ローテちゃう。アンギミのバンプです。このデッキはまあ、完成度的にはまあ、完成度的に。やれ。ついにまやかしさえ出なくなったか。退屈極まりないな。出なくなっちゃったんや。望まなくなってからじゃない？まあね。これでは災いの木に入った意味がない。あの小娘と戯れていた方が楽しめたというものだ。飽きちゃった。あなたもまた安寧を拒むのですか？定型文。お前はあの時の女か。あなたにはここに至るまでの記憶があるのですね。ヴァンパイアの持つ強大な力ゆえか、あるいはそれもあなたの望みだったのか。ああ、言われてみればそうだね。みんな記憶がなんかね、改ざんされてた感はあったのにね。忘れ去られてたというか、忘れさせられていたみたいな。さてどうかな。記憶などそうそう失うものでもないとは思うがね。まあ普通はね。この世界は安寧の世界、あなたの願望が夢となりあなたを包む、そのはずです。なのに、まあ願望はちょっとあったよね。バルタザールさんが出てきたりとかはね。でもやっぱいいね、ユリアスさんは別格って感じがしていいね。安寧か。ふふ。まあ悪くはなかったよ。しかし私の望みが叶うというのはいささか誇張が過ぎたな。ネクサス様は絶対の存在、救世の神です。あなたの望みを読み違えることなどありえません。いや、ネクス…じゃああれか、イリスさんが無能じゃなくてやっぱネクサスが無能っていうことになるんかな。お前は神を信じるのか？まあ一応この入り立ちやからね。まあこの世に神はいない、そうおっしゃりたいのですか？ああ私はずっと神を探していたのだよ。しかし奴は現れなかった。だから神はいないのさ。まあ長生きしてるだろうからね。あなたが神を探していた？そうだとも。神には力があり意志がある。なれば神は強者であり、なれば神は私を楽しませてくれるだろう。まあそういう考えに至るのはわかる、理解できる。神と戦うために神を探していたのですか？信じがたいものですね。まあお前たちにはわかるまいよ。まあね、人間とヴァンパイアはね
全然別の感じやからね。さてお前が出てきたということは、この世界にも幕が降りるということかな。ならば一つ頼みがあるのだが。ほう。何ですか？ネクサスとやらに会わせてくれ。お前ならば私を導けるのだろう。まあ、やっぱそこに矛先は行くよね。ワンチャンって感じだからね。愚問かもしれませんが、あえて聞きましょう。会ってどうするおつもりですか？愚問ですね。その愚問にあえて答えよう。無論楽しませてもらうよ。無能の神とはいえ、まやかしよりはマシだろうからな。あんまネクサスさんが無能ってのはよう分かったな、今回のことで。あなたは危険です。私は夢の管理者としてあなたを止めねばなりません。そうか、お前はこの世界の管理者なのだな。ならばまずお前が私を楽しませてくれたまえ。まあそうなるね。加速装置翼なんてやぼったいだろ。ってか翼とかそういう次元じゃねえ、ジェットエンジンみたいな。さてどうでしょうね。退屈させてくれるなよ。とりあえず前の段階でもうデッキの感じは見えてきているので、サクッとやってきますか。もうデッキの使用感を確かめる必要もないでしょう。私を楽しませてくれたまえ。そういう感じね。まあ一応ビショップらしいデッキになるわけだ。なるほどなるほど。ハッピーがたくさんの。おお、殴ってもいいのか。展開してた。ガラスの悪魔と人は呼ぶ。あーよしよし、いい子ね。はいはい、だいたいこんな感じなんだね。さーて、まあやれるものだろう。ぽぽこの子をいじめないで。拒んでも無駄ですよ。なんだって？いっぱい出てきた。あら、そうくんの？まぶたを閉じて眠りなさい。でかーい。私なんて。さてどうする？ワードローブレーダーで処理できないんだよな。この子も2点なんだよね。だったらまあ刻印で一体処理するのがいいか、ここは。まあ、ベネライフ殴ってもらって結構なんですけど、タイガーはいっぱい出てくるよ。タイガーが、いやー微妙やな。まあ、ベルヘゴールか。ベルヘゴールまだこのそういう段階じゃないな。46になるんだよね。46になる。2点当たる。みたいな感じ。まあこの子の方がワードローブレードやるよりはいいかっていう感じかな。この環境はあなたのせい。無理して処理しなくてもいいんだけどな。お手調べだ。それなんだけど2体出てくる。あなたから目が離せないのよね。倒さない方がいいんじゃないこれみたいな。今さらやけど失敗したな。1個壊れて、なんか2体出てきちゃうんでしょ？あれって感じだよね。おう。おう。ね。なぜ、あなたは？なぜでしょうね。ね。そうなっちゃうからさ。まあまあ。あーれー。優しくしたのに。
それがあるんだったらねって言ってましたけど、まあコンピューターやからね、細かいこと気にしたらあかん。あー、割ってもこれ効果出るんだよね。うん、うっせ。あー、うざい。あー、うざい。クソうざい。魔法の鎧、素敵でしょ。少し本気を出すと。魔装の鎧に取り込んであげる。私の一部になりなさい。いや、さっき進化権無駄にしたのちょっと痛かったな。ニコ、頑張ります、まあ、しょうがない。まあ、負けることはないと思うけどね。出たー。あ、でもガラティアで。なんだなん。なんや、ガラティアで。疾走得れないね。全然得れないね。あれ、ベルフェゴールやっちゃってもええかな。うん。まあ、とりあえず殴るだけ殴るか、ね。私の一部になりなさい。血の契約、黄金の名約。うわぁ、微妙い。なんて微妙なの。まさか何もプレイできないと思わなかったな。いやーもう美しいな。短命の夢を見るのです。でかい。またちぎりましょう。新たなる世界を求めて。そういう感じのデッキね。まあ強くはないんだけどっていう感じだよね。強くはないんだけどめんどくさいっていう感じね。あら、どうしよっかな。今、失踪じゃなかった。あれ、複数状態でなくなっちゃったんだよな。すげえ中途半端だな。サディスティック内藤でもいっちゃいいんだけど、なんかそれじゃない感あるよね。しかもこれうぜえな。内藤さん。なんかすごい中途半端これ。はぁーって感じ。素敵な夜にしましょう。私のものにしてあげる。ハッピーがたくさんも。これさあ死なねえかな。大丈夫かな。6点食らって失踪があって8点確定してんだよね。8点確定か。負けんの嫌だな。負けるのは嫌やね。しょうがない。フィナーレだ。こういうの好きでしょ。我が剣、我が意志。あとはここが落ちないでくれれば、まあまあいい。あー、うざい。あー、うざい。あげるぞ。競技。あー、出た。空ごとを捨てよ。安寧を受け入れるの。出た出た。2人は1点回復しちゃったから、これタゲ取れないんでしょ。あ、タゲは取れるんだっけ。ああ、じゃあいいか。くっ、汝の神は死んだ。永遠と静寂を与えようか。1点バーン、あと6ターンで終わりを挑んだんで、まあ、あとはエメラタちゃんでワンチャンって言いたいしな。まあ、負けることはなかろう。うん。この盤面なら負ける要素はない。あ、ハゲ。ここまでじゃ。ハゲでした。まぶたを閉じて眠ります。ここでハゲてくるのは嫌だな。貴様の弱点、ビシッと見えたぞ。やれやれ。てかよく考えたら4点入れば勝ちなんだよね。てかこの時点で勝ちなのか。もう詰んでるんだよね。ぶっちゃけて言うと。うん、勝っていた。勝っていたのだよ、ハゲ、ハゲは、ハゲはこれ。私のゲーム。何？失踪を得ている。まあ、今は失踪を失ったりしないよね。大丈夫だよね。ドレインとか打ってさ、失踪消えたりしないよね。うん、まあ大丈夫でしょ。ハッピーがたくさんも。はい、お疲れ様でした。チェックメイト。
私を拒むのですが。疲れ、まあ、こういうタイプの敵は負けんわね。あれってサハークイエル入れてたっけ。足りん、全く足りん。足りなかったな。私はまた拒まれてしまうのですね。またまやかしよりはマシだが弱いな。まやかしよりはマシなんだ。やはり私は間違っていたのでしょうか。皆を安寧で包み込めば穏やかな救いがもたらされると思っていたのに。間違ってたんだろうね、みんなそうだもんね。話が見えんな。どういうことだ。この世界には過酷があふれている。その過酷に皆惑い傷つき悲しみを覚えている。だから私はこの世界を救いたかったのです。救いになるのかね。次元の彼方より来たる救世の神ネクサス様に世界を消し去っていただくことで。そんな自分勝手な。ふん、あれは世界を消し去ることを目的としているのか。であればこの夢は。世界を消し去るまでの間ネクサス様は世界を夢で包みます。救いを恐れぬように安寧を与えるのです。ある意味ありがたい話ではあるけどね。それが確定してるというか、なんやろね。だからすごい大規模な安楽死みたいな感じで、まあ、言うてたよね。結局ネクサスっていう、そもそもそれ自体がいらないっていう話だったら、そんなのもともといらんわっていうね。この夢を拒まなければ人は安寧に包まれたまま救われることができるのに。なぜあなたたちは。そもそもやけど、世界が滅ぶこと自体が救いって言ってる発想がおかしいっていうね。なぜだと。そんなこともわからないとは哀れだな。あなたにはわかるというのですか。ああ、わかるとも。ネクサスとやらが無能で傲慢だからだよ。その通り。ありえません。ネクサス様は絶対の存在で。そもそもやけど、世界を滅ぼす意味がよくわからん。その過酷だからとか言ってるのがもうようわからんし。ではあれが私に見せたこの夢は何だ。ただまやかしをぶつけてくるだけとは全く出来が悪いではないか。私に言わせればこんなものは安寧の夢ではない、悪夢ですらない、くだらない嘘偽りに過ぎんよ。これはもう全ての他のメンツっていうかね、他のメンバーというかね、みんなにも言えることでね、くだらない嘘偽りのもうしょうもないものだっていうね。黙ってください。聞いてる。やれやれ。ネクサス様は絶対なのです。ネクサス様は世界を救うのです。それこそが真実なのです。盲信ってやつや。でも消えたか。まあいい。獲物を狩りは得意なのでな。ユリアスがそういう楽しみ方をし始めるわけ。さてまやかしよ、貴様らに用はない。書き消え、私の道を開けるがいい。はい。っていう感じでネクサスをまあ目指してみた。ふんぬ、まやかしの兵を蹴散らすイリアスの前にバルトザルの幻が再び現れる。もういらんのじゃーっていう感じなのかな。もう興味ないよって。なるほど、あの女私をほふるつもりなのか。あれ意外と苦戦してる。倒れろ化け物。バカを言え。意志な危険など棒切れに過ぎん。そんなもので私を倒せるはずもない。こっちの倒すって字ってよく見るとすごいね、下に死って入ってる。これすごいね、ここね、こんなんやな。まだ逃げ回るつもりか。曲がりなりにもここの管理者なのだろう。
来た。困ったものだな。うわ、ユリアス・フォルモンド出た、このパターン。孤独で哀れな化け物め。ああ、ぶち切れですか。お前はここで撃つ。はあ、ふざけるな。バルタザールはうぞうむぞうとはわけが違う。この私の牙をうずかせた唯一無二の人間だ。その姿をこのように扱うとは。愚弄するんじゃねえと。覚悟しろ、ユリアス・フォルモンド。もういい、さえずるな。これ以上私を怒らせないでくれ。ぶち切れもで、バルタザールと戦うのか、今回は。さあ、どんなデッキなんだろうな。ネフィティスのデッキとかはちょっとな。これ以上、あれ、この間やったよね。私を怒らせないでくれ。お、専用ボイス。最後のヴァンパイアよ。あ、やっぱザワグイルが出てたよね。専用エモがあるかな。お前を撃つ。私を楽しませてくれたまえ。変わった。わしは死なない魔法使いじゃよ。まあ、逆に進化できない GD なんかどうでもいいぜって感じだよ。ハッピーがたくさんも。ああ、ウィッチなんだ。ああ、バウンスするぞ。まあいいっちゃいいけどさ、先にこっちが進化できるから。ああ、GG ね。でも今はまだ、はいいよね。いいよいいよ。でもな、超越とか言われたらめんどいな。まあ言うて超越うっぜうっと自分送りますよ。さすがに GG に進化権あげるほど俺は穏やかじゃないぜ。おい、俺にはここが限界じゃの。お前の望みを叶えよ。へえ、ドロシーかなこれ。いやでも超越か、超越っぽいな。まあ超越20になっちゃったからね。さあどうすっかな。この子出しても2点食らうだけなんだよな。さあディアボリックドレインを素で数値しますか。数値ここはお前の世界なのだ。へえ、指一本で十分ね。アイスラ、まあいっか。覚えておきなさいよ。まったり行こう。わあすごいな、混成だからな。これは超越ですわ。これ相手絶対失敗する。これ相手超越ですわ。で下手にライフを削りすぎない方がいいかもしれんな。サディスティック内藤でもいいけど、ここはいっか、普通に女帝でいいか。笑える死に様だ。で、さっきの進化権を使うところが今のところ特に見出せないから固くしとくのはありかもしれないな。小手調べ。ああでもあれかな、あれ入ってっかな。衝動のままに食らい続けよう。これは女帝キープできやすいんだけどね。悪劇とかある。わしは死がない魔法使いじゃよ。まあ、それそれでも落ちるか。まあまあでも若い頃を思い出すわい。まあ上等よ。大打ちか。あら、ウィンドブラストか。あら、まあ、紅葉が収まらん。なかなかうざい。さてとどうしよっかな。いや、素敵な夜にしましょう。おい、俺にはここが限界じゃの。私のものにしてあげる。ちぃーす。相手死ぬな。死ぬな、このまま。超越なんだろう。超越なのかな、これ。わしは死なない魔法使いじゃよ。悲劇の開幕よ。おう。
その望みを叶えよう。全然いいけど。若い頃を思い出すわい。勝手に死にそうだね。あ、え、あー、そうか、そんな効果あんだっけ、ビーストドミネーターって。初めて知ったわ。あ、そうなんだ。知らなかったな。はい、そうなんだ。パルスには見にくい。知らなかったですね。悲しみを歌いましょう。どうでも争わないで。これが終焉。おい、俺にはここが限界じゃん。好きでしょ。どっちがいいかな。ユニコだとあんまりこう、あれは意味がなさなそうだな。いや、一回ユニコで。ユニコ、頑張ります。お、あ、おお、なんか今止まった。あ、なんか重っ、重っ、どうした。めちゃくちゃ重いから、うん、バカな、なぜ最近なんかね、録画環境、おお、目視録か。あ、なるほどね。受けてみろ超越。へえ、2発撃った意味は多分超越的な話か。それやったらさ、ちょっとでも回復しといた方がいいかな、怖いから。うん、悲しみを歌いましょう。相手の決め手が、まだ倒れん。相手の決め手がよくわからない。うん、まあ、バーンなのかな。はっ、うぜ。あー、死んだわ。悲しみが聞こえ、進化しとけば死ななかったか。うん、そういう感じね。あー、うざいね。どうしよっかなこれ。なんかなんとも言えんな。自分から12に戻す。それもいいか。血の契約、黄金の名約。回復しよう。ガラスの悪魔と人は呼ぶ。なんだかんだで44と55だけども単純に強い。まだ倒れん。で、はい、あ、ライフ焼いてくんの、まさか終わる。ああ、はいはいはい。あ、超越来る。俺終わった、負けだ。悲劇の開幕よ。ああ、それだけで終わるのか。あら、負けだ。程度では滅びる。倒さなきゃいけなかったのか。でも倒せなかったよね、残念ながら。ああ、なるほどね。てか今までなるほどね。まあ、超越なのかなとは思ったんだけど、サモナーなのか。まあ、超越も多分入ってるんだろうな、きっと。なんか、なるほどって感じだね。でも失踪系はよく考えたらあんまり失踪系入ってねえな。これ以上、もっとフィニッシャー、フィニッシャー増やすか。最後のヴァンパイアよ、覚悟しろ。フィニッシャー増やすべきかな。なるほどね、勉強になるな、これは。確かに回復ばっかりにこだわってるけど、お前を撃つ。でもな、12点あってもダメだったんだもんね、さっき。しょうがないよね。ニスラフィール出すタイミング、いや、いや違うのか、あれか、ベルフェゴールを出したのがミスだったのか、そういうことか。ユニコ、頑張ります。あと相手が失踪だと、失踪じゃないや復讐状態だとって話か。こっちは逆に言うとライフさえしっかりキープしとけば、まあ負けることはねえって感じか。いやでもな、ベルフェゴールはプレイしたいかな。ここからも回復はできるからな。まあ行っちゃいいか。ありゃー、相手さ、めっちゃアホみたいにさ、出てきますやん。これさ、ぶっちゃけガンガン行っちゃってもいいんじゃないかなって気がするよね。言っちゃなんだけど。お手調べだ。攻めろ攻めろ。まんまるお腹、まんまるお鼻。ほら、復讐状態にしてやるよ。ハッピーがたくさんも。ユニコ、頑張ります。作戦名ガンガン行こうぜ、いいんじゃない。またた。
相手が回復って回復しないでしょ、これ。あ、目視力ね。ハッピーをあげるブー。はい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 。こっからよね。とりあえず、ベルヘゴール行っちゃう？いや、普通にゴーゴー出してちゃっていいかな。うん、さすがにちょっとあれ。ガラスの悪魔と人は呼ぶ。ゴーゴーは処理しづらいでしょって言いながら出していく。うん、そこだ！へえ。あ、すげえ。私なんて！来週は暇ない魔法使いじゃないのよ。ジェイジェイ、ジェイジェイ。若い頃を思い出すわい。ジェジェうざい。ここはドレインでも打ってきますじゃん。おい、これにはここが限界じゃんの。でライフをキープしなかったか。まだ倒れん。なんかベルフェゴールプレイするタイミングなくなってくるね。やってくれればめんどくさい。でも相手ライフ回復しないよ、ね。あ、疾走で殴ってくる。殴ってくるこいつが。うざい、ワードローブレーダー。じゃあ、状態でいいや。笑える死に様だ。これが少年。まあ、言うてよね。バカな、なぜ。回復ないんでしょ、相手。多分。はい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 。わしは死なない魔法使いじゃよ。望みを叶えよ。一度とだよ。若い頃を思い出すわい。はい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 。紅葉が収まらん。はい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 。ドレインでもいいんだけど、ここはサディスティック内藤にしてみるか。素敵な夜にしましょう。15点。どうだろうね。私のものにしてあげる。どうでしょうね、15点。まだ倒れん。怖いね、ちょっと。あ、終わるこれ。終わっちゃうか、あれ。終わっちゃう、終わっちゃうこれ。終わっちゃうかこれ。まずいか。我が剣は空を駆ける。でけえ。あー、負けた。負けたー。強いこのデッキ。この程度では滅びる。これ無理だべ。だって20点超えてたもんな。俺守護入ってないからか。守護か。守護か大事なのは。これ守護が必要か。あ、やばいぞ、苦戦してるね。あれ、きついな。下手に追い詰めない方がいい。相手のデッキで待つか、これ、いっそ。殴った方がいいかもしんねえな。逆か逆かな、あの疾走強えわ。むしろさ、超越じゃないんじゃない、あれ、もしかして。サモナー入ってないか。私を怒らせないでくれ。なるほどね、こっちに合わせて。最後のヴァンパイアよ。了解した。覚悟しろ。これは、あれだな。殴らない方向で行くか。回復と除去。まあなんか、あれだね。あ、セクシーいいな。終わらないんだったら無理しなくていいか。ああいう風になるのか。てか結構初手から持ってたんだな、あいつ。なるほどね。てか20点あっても死ぬな。お前を撃つ。相手は失踪。これもうデッキで勝つしかないか、これ。めんどくさ。極限まで削る。11、あ、でも相手自分でもライフ削るんだよな。あ、下手に殴らない方がいい、これ。めんどいな。あ、結構きついぞ、これ。守護ないんすよね。そっか、守護ね。そう、割と守護って入れないんだよな、デッキにな。守護の大事さがよくわかるわ。なんだなん。2点ぐらい殴って。と言ってもいいかな。でも向こう自分でライフ削ってくんだよな。それが嫌やね。いや、まあ一発普通にあれか勝ちだった方が良かったかな。まあじゃあこのターン何もしなくていいんじゃない。無理はしないよ。何も無理する必要ないからね。じゃ構えたりゃいいんだけどさ。勝手にデッキで自滅してくれるならワンチャン。でも超越とかがあると話変わってくるんだよね。超越とかがないことになる。だからそうか、よく考えたら向こうさが除去対象がないと。結構あれだよね。相手打てないんだよね、よく考えたら。除去対象がないとさ。とか言ってるそうから出しちゃう？除去対象。
まあ、ハンドバーストしてもしょうがないから素敵な夜にしましょう。覚えておきなさいよ、私のものにしてあげる。でも終わんないとな。悲劇の開幕よ、期待に応えよう。それやったらいいんじゃない。ラウラがクライマックス、ラウラが残り2枚半積みされてると仮定すれば、さてどうしようかな。やりづれえ、こっちもエンドエンド。何じゃない、デッドリーで死んでもらうのか。わしは死がない魔法使いじゃよ。その望みを叶えよ。いやでも怖いね。若い頃を思い出すわい。へえ、まあ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 、おいこっちも何も打てねえんだけど、それはそれかそれはそれかな。そういう戦い方が寒いけどしょうがないよね。とりあえず回復したいから一度ヒール出しておくか。悲しみを歌いましょう、まあ、生き残ればそれはそれやから、うん、受けてみろ。はい、あ、はい。悲しみが聞こえます。いや別にいいんじゃない。いやむしろあれ進化しとけばワンチャンあったんかな。それはそれでおもろいかもしれない。ハッピーがたくさん。はい、なるほど。しょうがないな。まあ、かげずに勝つ戦法で行くしかないよね。しょうがないけど。ハッピーをあげるぞ。わしは死がない魔法使いじゃよ。悲劇の開幕よ。ああ、これでラウラちゃん2枚目ね。お前の望んだ世界だ。若い頃を思い出すわい。 OK 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 でワードロー、あーぶっちゃけでもね、でかいルーンブルドサムナー処理するカードが一応ね、あ、いいかね、俺粛清引いてんじゃん。じゃあいいか、何も問題なかった。わい、魔法の鎧素敵でしょ。小手調べだ。魔法の鎧に取り込んであげる。すごい終焉。私の一部になりなさい。で、企画に。これにはここが限界じゃの。適当に処理していく。でもヒーローちゃんもね、一応なんだかんだで、でもいっか。うん、出してる出してる。この感じはあなたのせい。ワンパン圏内に入ったらワンちゃん。セクシーも持ってるし。そこだ。目視録？はいはい、どうぞどうぞ。私より美しいなんて。だーだだだ。カラボスどうする？カラボス出しとく？下手に削るとさ、でもあとラウラがあと1枚でしょ、あったとしても。ラウラが3枚目見えたら全然いいんだけどな。サドンデスというか突然死だけは嫌だ。それだけやね。うん。ユニコアドに置いていくか。ユニコ、頑張ります。で、ベルヘゴールプレイすると即死する可能性があるからプレイできない。しょうがない。我慢。いやね、そう、このグレンダマルチでガンガン撃ってくれたのありがてえわ。またグレナバイツ一気にバーンってライフに打たれるの一番怖いから。はい、残りデッキが15枚ね。はい、イスラヒル出すターンじゃねえ。18だったら大丈夫かな。カラボス置いてって考える。でもな、それが逆手に取られて負けんの嫌なんだよね。嫌だね。嫌だね。嫌だね。やだね。ダメだね。しかもちょうどさ、まだデッキ15枚もあるんでしょ。あと最悪15ターン。まあ絶対でドローするだろうけど。ダメだね。出せないね。怖いね。出せないね。まだいいか。バーストしないから。やりづれ。マジやりづらい。ああ、いいよ。どんどん縮めて、どんどん縮めて。受けてみろ。はい。あ、来た。我が剣は空を駆ける。来た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 。来たよ。一人目。まず一人目ね。死んでください。見誤ったか。ここかな。まだ早いか。ハッピーがたくさんの。でも逆にもっと次でかいの来たら処理できねえんだよな。そこなんだよな。もう一体いたら。なんか重い。ハッピーをあげるぞ。ああ大丈夫か。なんとかなってるな。あとはこの間に、ああ、サークイルでサハイスラーありだね。サハイスラーだったら17ぐらいで処理できるよ。ああ、オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー、もういいや、オッケーは。まだ手札バーストしない。うん。
あれもう相手晩作尽きたかこれ。相手もう晩作尽きたかな。でも油断は禁物よね。あ、油断は禁物。でもこの辺多分もうちょっとそろそろカラボス出してきたら、もう大丈夫かな。すごい重い。なんでこんな重いんだ。ああいいいい、あいいいい、ぶっ壊せるね、ルーンブレッド様な。わしは死がない魔法使いじゃよ。あれ、まあ、できればね、ライフをゼロにして勝ちたいんだけどさ、ねえって感じだよね。うん、怖えんだってどんなにかしてくるかわからんから。おい、これにはここが限界じゃの。まあいいか、出しといていいか。この辺で小づいていきながら。いやでもな、まだ怖いな。ラウラがあと1枚残ってっからね。うかつなことできねえ。相手がまだ血の名役、血の名役だか。まあ多分あれでパンダがバーストして捨ててる可能性はあるけどね。私を美しいなんて。はいはいはい、残りでき6枚。これは勝ったかな。とりあえずイスラフィール出しといて、悲しみを歌いましょう。これが重重で出て重重のままワンチャンいけるんだったら、もうこれでゲーム進めに行こうか。少し本気を出すでしょ。進化権今いらないだろ。奏でるは悲しみの調べでさ、もうイスラフィールが生き残る。あ、そっか、よく考えたら女王も入ってんだっけ。まだだ、まだ倒れん。でも目視力では落ちないから。何点何点。うーわ、そんなカードあったね。悲しみ、そこだ。あ、来るよ。入った来た来た。ちっちゃもう負ける要素なさそうだぞ。あー、大事なカードが。じゃあもう本気出すか、今から本気出すか。つってもだよな、あんま大したことできねえな。サハ女王。でも女王の使い方それ？ちょっと待って、なんかもったいなくね。なんか違う？ウェルフゴール出しちゃうか？いやー、なんか急になんかあったら、あ、でもないよね。もうフィニッシャーがあれなんでしょ？てかまたハンドバーストするやん。あー、なんか逆にやりづれえわ。いや、とりあえずドミネートで。素敵な夜にしましょう。身を読む。私のものにしてあげる。あ、あ、いいのか、エンドだもんな。確かに。わしは死がない魔法使いじゃよ。なんもなさそうだな。なさそうだな、おい。なんもなさそうだな。じゃあやることやっちまうかって。あと4ターンでしょ？楽に死なせてはやらんよって話になるな。何がいいかな？なんかあんまり気持ちよくねえんだよな、これ。77。なんか出し惜しみが過ぎてる気がするな。例素敵な夜にしましょう。おい、これにはここが限界じゃの。私のものにしてあげる。こういうの好きでしょ？ガラスの悪魔と人は呼ぶ。で、この状態、あ、相手復讐状態になったね。これでまた負けたりして、もうでもさっきあれがちっちゃかった、あれがフェイクってことはないよね。空をかける。でかかった、やべ、うわー、嘘だろ、嘘だろ、フェイクだったのかよ。はぁ、やっぱりか、嘘、ここまで引き伸ばして、マジで嘘、フェイク使うの相手。おい、フェイクニュース。おい、バカだね、今のはひどいな。うわぁ、嘘、なんで油断したんだよ。油断も大敵やろ、大敵って。せめてそこはさ、全部やれるまでやっちゃえばよかったやん。アホや。これ以上。そう、ラウラがさ、出てなかったしさ、コンピューター頭いいな。最後のちゃんとキープしてたんだ。覚悟しろ。嘘。ちゃんとキープしてたのね。嘘やん。マジか。うわぁ、もう長いよ。長いよ。やだよ。サクサク行こうぜ、サクサク。あ、もう分かった。もう分かったよ。ああ、分かった。お前を撃つ。もうデッキ切れでしか勝てねえわ、このデッキじゃ。
主語入ってないんだもん。ニコ、頑張ります。あら、そうなんだ。なんであんなちっちゃいのちょっと出してきたんだ。わしは死がない魔法使いじゃよ。あ、確かにこっちが展開してなかったからってことかな。そういうこと。あ、もう絶対、もういい。もういい。もういい。デッキアウトして考えない。もういいです。もういいです。怒りました。怒りました。私。私も怒っちゃいました。いいです。もういいです。もういいですよ。怒りました。完全に怒りました。もうやること決まってんだからね、向こうのデッキ。で、ガンガンドローしてくれるんだから、いいですよ。はい、どんどんやってください、もう。ハッピーにあげるブ。実質1点。はいはい、って感じだよね。もう怒った。もう怒ったよ、僕は。我が剣は空を駆ける。貴重な1枚もあえて出してきた。こうあれだから、これ罠なんだよね。こういうことするんだ、コンピューター。うざいね、コンピューターも。なんか生意気って感じ。進化圏使いたくないってか、あれ放置でいいレベルなんだけど。ハッピーがたくさんも。もういいよ、好きにしてくれやって感じで1点ぐらい食らってやるよ。で、はい、ハッピーをあげるぞ。まあ、微調整すればってか、もうとっとと20点殴れる状況を作っちゃえばよかったんだよな。相手目視力とかバンバン打ってたんだからさーって話だよね。てかこれさ、無理してなんか進化圏これ使う必要すら感じないんだけどね。ねって感じなんだけど、まあいいか。魔装の鎧素敵でしょ。除去は結構持ってるから、まあいいんじゃないかなって感じだね。小手調べだ。てかこういうとこで相手があんまり魔装の鎧に取り込んであげる。私の一部になりなさい。油断はしねえわ。でもしかもどうやら相手超越入ってないから、ラウラとのコンボ決めさせなきゃ勝ちなんだよって話ね。私より美しいなんて、はい、どんどん引いて、どんどん引いて、どんどんやってください。スティサディスティックな伊藤いきますね、こっちは。素敵な夜にしましょう。で、調整し、調整して、でもな、相手がな、血の名役だっけ、あれが一応あるから、はいはい、どうぞ。これで目視力が、目視力が3発入ってるから、そこ一応警戒だよね。うん。わしは死がない魔法使いじゃよ。調整して、あれだよね。やっちゃえばよかったんだよね。女王、魔界の女王ですね。並べ、3体並べちゃえば、並べてバーンってやっちゃえばね。打点なんかいくらでも出せたのにって話。さてどうします。ここサハイスラでよろしいですかね。はい、それでよろしいですね。はい、でラウラが今1枚目ね。そしてラウラとサモナ1枚ずつ使った。了解しました。あー、相手2点入れちゃったな。おい、これにはここが限界じゃの。まあいいでしょう、2点ぐらいは大丈夫。わしは死がない魔法使いじゃよ。相手が自分で食らえるのは、わしは死がない魔法使いじゃよ。相手自分で6点しか食らえないはずだから、若い頃を思い出すわい。こっちが下手に殴らなければ相手は復讐状態にはならない。どうしてそんなに愚かなの。ならないよね。うん、上位できちゃったか。どうしますかね。それで相手になんかガンガン打たせちゃいたいから。ガラスの悪魔と人は呼ぶ。そこそこのサイトを置いておけば、まあって話じゃない。ここはお前の世界なのだ。まあ俺殴んないけどね。もう絶対殴んないけど。ああ、ニコスやから。ニコスやからバウンスされるわ。ああ、なるほど。やる。指一本で十分ね。ドレインで一本返し。覚えておきなさいよ。14か、まあ、死にはしねえだろ、うん、ガラスの悪魔と人は呼ぶ。私はここだぞ、ユリアス・フォルモンド。受けてみろ。からの、あ、はい、全然、これ2発目。
あと一発だな。あと一発撃ってくれたらワンチャンもバーンって並べちゃえば最悪いいよね。一気に20点ぐらい殴れる状況を作っちゃえば勝ち。勝ちよ。あーまだ、お前の望みを叶えよ。相手あとで94枚でしょ。できればね、殴り殺したい。殴りっておかしいけど、殴り殺したいんですけど、相手を。殴って殺したいんだけどさ。ユニコ、頑張ります。殴りたいのは山々なんだけど、あ、重い。あ、重い。お前の望みを叶えよ。はい。まあ待ってるわけですね。要するにね、これは誘われてますわ。エスラヒエル一回出しちゃうか。うん。悲しみを歌いましょう。まあ生き残るならこれはこれだからね。うん、一気にゲーム決められるし、ワンちゃん。まだまあ言うて失踪がないんだよな、このデッド。受けてみろ。はいはいはい。悲しみが聞こえます。これで3発目か。あ、途中からカウントがようわからんからだな。1枚いらないね。魔装の鎧素敵でしょ。単に削りたくないんでいいです。すんげえ重い。痛い。私より美しいな。出させてくれないと。ああ、へえ、あと7枚か。どうだろうね。行きますか。永遠と静寂を与えよう。まあ大丈夫。相手の敵がなくなるのが早いから大丈夫です。魔装の鎧素敵でしょ。どっちか残るならそれはそれだし。ただまだ終わんねえからな。まあでもずっと絡めて、うん、グレン。はいはい。お前の時間は私のものだ。私より、なんか全然出てこないやん。なに、ボトムの方にあるの、もしかしてキーカード。待って、ラウラもルーンブレードサムナーはまだ1枚ずつしか見てないよね、のはずなんだけど。やべえ、ハンド腐ってきた。まずいですよこれは。もったいないな。この環境はあなたのせい。大丈夫かな、大丈夫かな。やばいかもしれん。なんか泥そぶって、なんか泥そぶって。はい、我が剣は空を駆ける。あ、フェイクニュース。これがお前の望んだ世界だ。一冊あるけど、戦場では勝者こそ正義だ。一冊あるんだけど。優しくしたのに。フェイクニュースって感じ。よろしい。あー、ザハクイエルが落ちたよ。これやっちゃう？いや、もし相手がすげえハンドにでかいサモナを持ってたら最悪処理できない。あ、でも別に、さ、速攻じゃないんだったらさ、7、8、15、19。でもさ、目視力さ、3枚目あったっけ？なんか怖いわ、散るわ。うん。悲しみを歌いましょう。あ、セクシー。生き残れば終わる。バカな、なぜ？しゃあないやん。あ、終わった、勝った。やったぜ、人をふかしたったで。少し本気を出すでしょ。奏でるは悲しみの調べ。どうしたの、事故っちゃったの。これなんかさ、せっかくさ、人がこうやってさ、頑張った時に限ってさ、そういうのやめてほしいんだけど。歌方の夢、叶えてやろう。ねえ、みたいな。その命、私に捧げなさい。まあ、勝ちはいい。いやー、苦戦した。マジ苦戦したな。さっきも多分やれたよね、前もちゃんとやってれば。ちゃんと微調整しときゃよかったんだよ。いや。消えろ。これ以上やつを愚弄するな。まさかあんなフェイクしてくると思わなかったんだよな、さんさんでしたし。不愉快だな。愉快だわ。世界を救う？夢を見せる？バカバカしい。幼稚に過ぎる。稚拙に過ぎる。私を楽しませずして、何が神だ？まあ、これもこれで傲慢な感はあるけど、まあね、長年ずっと追い求めてきたわけですからね。
まったく付き合いきれん。くだらん夢は終わりにしよう、うん、外の世界は過酷で満ちているにもかかわらずなぜ進む。後退も停滞も私の好みではない。ただそれだけだ。消えろ。かっこいい。いやーちょっと待って、思ったように時間かかってんだけど。争う新たなる演目。ユリアスはイリアスの元にたどり着き、夢の世界の終わりを告げる。追い詰めたと。やっとスリーブ取れる。お前の神がもたらす安寧とやらにはもう飽き飽きだ。姿を現せ。来た。目の色が違うんだよね。赤なんだよね。ようやくか。手先であるお前がこのざまではネクサスとやらにも期待はできんな。最後のヴァンパイア、あなたはなぜそこまで戦いを求めるのですか。まるで何かに駆り立てられるかのように。まあ長く生きすぎると、てかが、ね、人間が永遠の命とか得てもねみたいな話だよね。お前には分かるまい。生まれつき脆弱なお前には、まあ自分と対等の存在がいない感じ、私は生まれながらにして強者だった。全てが容易で何もかもがたやすかった。だからこそ私は求めた。最初のあの高さがちゃうよね。もうね、そういうね、思考の高さもね。生きている証を、生命の輝きを、私はさまよい、そしてついにその在処を見つけた。それは闘争の中にあったのだ。まあ人間心理には近いよね。人間もそういうとこあるからね。強者との闘争だけが私に生を実感させてくれる。私にとって生きることとはすなわち戦うことなのだよ、そのような理由で同族を滅ぼし人を喰らったのですか。なんと傲慢な。まあ傲慢に見えるけど、もうなんかわかるよね。でもね、ああ私は傲慢だよ。お前とお前の神と同じようにな。なぜなら傲慢とは強者の特権だからだ。まあそうよね、違います。そのはずです。ネクサス様は決して。おう。では聞くが、一体この世の誰が救いを望んだ。誰が安寧の夢を見たいと言った。そう、これこそ確信だよね。誰も望んでねえだろうがっていうね、過酷だからみたいな。それはこの世界に過酷が溢れていることなど誰もが知っていますから。だからかと言ってだよ。ざれ言を吐くな。本当はお前自身も分かっているのではないか。己の信ずるところが誤っていると。あら、私は世界を救いたかったのです。すべての過酷を消し去りたかったのです。いやいやいや。それは構わんがね。世界中のすべてが救いを求めるなどと思わんことだ、私の命は私のものだ。故にそれが進む道を決めるのは私であった貴様ではない。私は進むべき道を間違えて、まあ諭されたというよりは、まあ内心思ってたことを疲れたから図星的な感じでみたいな。まあいい。お前が正しかろうと誤っていようと問題ではない。さあネクサスとやらの元に案内してもらおうか。言っておくが、首を横には振らせんぞ。
はい、ラストバトル、ヘルシンガーポルカちゃん。ほげー、ジャイアン。ジャイアンやね。さあ、決めましょう、サクッと。今回は1回で勝ちたい。私が進む道は私が決める。あまり相性がえぐくない戦いがしたいな。うわ、眠くなってきた。リアルな俺。さあ、サクッと戦って、サクッと終わらせて寝よう。とりあえず最初はビートダウンで行かせてもらおう。とりあえずこの過酷あふれる世界に救いよう。ああ、いつものやつ。ハッピーちゃん、ハッピーがたくさんの私を楽しませてくれたまえ。わいひは暇な今を使いじゃいよ。またジジイかよ。ブブー、ジジイなの。まあいいけど、ニコ頑張ります。まあいいけど。ああ、ジジイを守る。ああ、うっざ。ジジイに逃げられた。こんなことになるとはね。まさかジジイが逃げるとは思わなかったよ。やってくれたな。かあ。命の巡りとは、覚悟。作戦名ガンガン行こうぜだぜ、今回は。わしは死がない魔法使いじゃよ。どっちもやられちゃうね。若い頃を思い出すわい。わい。ハッピーをあげるぞ。さあ、どういうデッキなんだ。あー、なんか的確に2点入れるような状況が欲しかった。だがそれはないようだ。しょうがないな。おい、俺にはここが限界じゃの。ニコ頑張ります。あなたの痛みを和らげましょう。エイラとかの可能性も一応ある。それ次、魔装の鎧素敵でしょ。小手調べだ。魔装の鎧に取り込んであげる。私の一部になりなさい。戦とは核も悲しき。あー、女帝が欲しい。上から女帝来たのか。ここからです。ちょっとめんどくさいな、それ。少しは本気を出そう。私より美しいなって。女帝、え、女帝、え、はい、引けない。どうしよう。すっげー微妙。てか今回カツカツなんだけど。粛清とか言ってもサブがされてるしな。しょうがねえ、もったいないけど。私のゲームよ。変態じゃん。変態だ。ブルーベロス。ああ、そういう感じ。うん。考えてる。いや、こっち構え弱いんだけど、ベルフェゴール欲しいな。でも結構撃っちゃったんだよな、ドレインとか。ぶっ飛ばすわ。はい。からの何、ライフ殴ってくんの。あ、下で上から女帝欲しいな。女帝が欲しいよ、女帝が。はいはいはい。あ、ガンガン殴ってく感じ。まあ復讐状態にしてくれるならそれはそれやと。終わりにしましょう。あ、ビートダウンだね、完全に。久しぶりに暴れちゃおうかな。嘘よ、ありえない。でも結構辛い。結構辛い。女帝、え、女帝、え、ばっか。これ負けちゃうまであるんだけど、最悪。よーべー、よーべーよ、マジで。これ4点も食らうの、自分で。やだー、残念。これ、ま、もう帰らないと。これ負けたまであんな。これ負けたまであんね。あれねー、これ負けたまであるな。不正状態になったけどさ。まあいっか。負けたまであるな。まあイスラフィールドもいいんだよな。だから女帝じゃなくてイスラも入ってんのにさーって。今、お前たちを解き放つ。あら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 。あら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 。死ねる死ねる死ねる。
死ねる死ねる。まあ一応まだセクシーやるから耐えられるんだけど。ああイスラ引いたのか。ここでイスラか。じゃあイスラで悲しみを歌いましょう。少し本気を出すでしょう、うん、奏でるは悲しみの調べ争わないで。さてと、まだいくらでもなる世界を求めて。ああめんどくさい。なんとなく読めてた。てかこの形なんかよくあるよね。コンピューターコンピューター大体こういう形よく作る。闘争の果て遥か地平の新世界へ悲しみが聞こえます。セクシーはまだ早いか。セクシーする前に先にガラスの悪魔と人は呼ぶ。ベルフェゴール欲しいな。単純に今さて仕事しますか。さて仕事しますか。あー面倒。喜びと喪失の狭間です。面倒いな。もう一回イスラヒール効かねえかな。ちょっと面倒いよ。ここからです。これは面倒くさい。やめていただきたい。大丈夫、死んだら神様が待ってるよ。前打ちだな。私なんて。はい、女帝かイスラフィール。弱え。弱すぎはロチ。死にたくないからしょうがない。セクシーでお茶を濁す。その命私に捧げなさい。また巡り合いましょう。あ、これ出ねえよ。終わりにしましょう。大丈夫、死んだら神様が待ってるよ。もう終わっちゃったのか。あー、うっぜ。はぁ、うっぜ。うざすぎでしょ、それは。ベルフェゴール待ってたけどさ、ちょっとこの状況だとあんま美味しくねえんだよな。いや、そうも言ってられんか。内藤さん撃っちゃうとアクション取れねえな。どうする。いや、でもここ内藤さんの方がいいな。素敵な夜にしましょう。ワンケン。我が意志、私のものにしてあげる。ハッピーがたくさんある。相手入れしてきてるから、なんとか。あー、うっざ。あなたの痛みを和らげましょう。まあまあまあ、耐えていけばなんとかなる。ベルフェゴールの、悪行はそこまでじゃ。あー、まあでもジジイじゃなくなる。それはそれだよな。まあそれはそれよ。考えてみよう。ジジイにした。でも結局ジジイかーい。いやでもハゲじゃん、ハゲっていうかあのヴァンパイアじゃん、ヴァンパイアじゃねえ、なんだ。あれ邪魔やな。いやここ耐えればなんとでもなるな。それはちゃんとイスラとか、うおっ。やりに来やがった。やりに来やがったな。回復、今回復ねえんだよな。マジレスって今回復ねえから辛い。ナイスドレイン、ナイスドレイン。ナイスドレインだな。だけどさあか、きついね。結局、これが、これ剥がせねえからさ、強えわ、あの守護。ちょっと打点高いとこ削るしかねえんだよな。悲しいけれど。あ、でも次、ハゲが剥げてくんのか。ハゲが剥げてくる。まあ、言うてか。いや、でも1点でも削らないと負けちゃうから。おい、これにはここが限界じゃの。ここであれか、ヒーロー、ヒーロー、ヒーローとか引けるとき。ヒーロー、ヒーロー。あー、それか。あー、6点ゲイン。6点ゲイン強いな。あ、でもハゲにそうすると除去られんのか。だったらこっちか。ほんとか ?4、5、6点。おい、ギリギリやん。ギリギリやな。回復した方がいいかも。こういうの好きでしょ。その方がいいわ。ハッピーがたくさんの。さすがにちょっとやばい。死にそうだから回復しよう。それは強い。私の望みだ。それはやめてほしい。てか死んだかも。死んだな。あーでも大丈夫か。ルシフェルが進化したら危なかったね。貴様の弱点ビシッと見えたぞ。あ、そっち。これって、またちぎりましょう。神の慈悲だ。これはイスラフィール、イスラフィール。バッカ。イスラフィールくれよ。イスラフィールくれ。あいつが進化したら終わるんだぞ、マジで。おい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 。
何？いやーダメか、これ負けたか。うわー、ジーカーよー。これは神様の言葉だよ。あ、負けてるわこれ。8、10。悪名はどこまで。進化してエンドに4点。うん、負けた。あ、負けましたわ。うわー、負けた。かつて私は希望を放浪で。うわ想像以上だ。なんでこんなカツカツやったんや俺。ちょっと待って、今確かに引きが弱かったっちゃそうなんかな。オリビエがうざかった。いや、なんかやっぱなんかこの手ちょっと弱いよな。なんか失踪とかもう少し欲しくね。エメラダちゃんガン積みするんじゃない。やっぱりエメラダちゃんいるだけで全然状況聞こえたよな。私が進む道は私が。ちょっと切り替えようぜこれ。ちょっとやっぱ変道を違えて、変っていうか、もっと構え強くすりゃいいんじゃない。後半なんか中途半端なんだよな、と思います私。さっき見せたらお前欲しかった結構。ヒーローさん、ヒーローさんいるだけでだいぶ違う状況だった。なんでさっき引けんかったんや。めっちゃ事故ってるし、まあいいよ、私を楽しませてくれ。構えるだから魔法使いじゃよ。構えるでなのでいいんですけれど、ハッピーがたくさんの。この辺もいるかっつうとあれだよね。まあ、これは神様の言葉だよ。お、これ生き残るやん。やった、ジジイ殺せる。ベルヘゴール早々に行っちゃってもいいかな。いいかもしれないな。逆にだよね、こっからだよね。それはありだと思う。血の契約、黄金の名約。おい、俺にはここが限界じゃの。すぐには死なねえからな。大丈夫大丈夫、しっかり。あなたの痛みを和らげましょう。これで決めます。はい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 、愛の癒しを与えましょう。女帝のまたちぎりましょう。どうだろうな。ドレイン、おお、まあ、狙い通りに引けるね。ドレイン偉いな。じゃあここは片付けるだけ片付けるか。簡単に行こうか。どっちでもいい。戦とは核も悲しき。あ、待った、ドレイン打ったらあれじゃん。あっあそっか、まあいっか。そう、ヒーローとドレインの予定だったんだけど、よく見たら打てないんだ。あ、まあまあ、ゆっくり行こう、ゆっくり。構えるでってなんで。わしは死がない魔法使いじゃい。これは神様の言葉だよ。ありがとう、復讐状態になれたよ、ピピピ。ここからです。とはいえだ。若い頃を思い出すわい。6で取れるアクションか。あんまり気持ちよくねえな。もうしょうがない、ここはヒーローさんで行こう。この鍵はあなたのせい。神様、小手調べだ。あなたから目が離せないのよ。いいじゃない。おい、俺にはここが限界じゃの。からの、じゃあ除去られるでしょう。はい、優しくしたのに。ニコ頑張ります。ここで女帝、ニコ頑張ります。女帝いい、女帝いい。まあまあ、ブレイダーは偉いね。魔装の鎧素敵でしょ。少し本気を出す。進化圏か、やっぱ。そういう意味ではあれだよな。魔装の鎧に取り込んであげる。エメラダちゃんじゃなくて、なんだっけ、私の一部になりなさい。お前が思い出すんだ。ニコ頑張ります。なんだっけ、森アナちゃんか。森アナちゃん1枚ぐらい欲しかった。喜びと喪失の狭間。なんだなん。あー、ブレイダーか。もう進化圏のないブレイダーって神だよね。さてと、まあそれでもいいんだけど、そうねって感じ。まあここはヒーローちゃんでいいか。この環境はあなたのせい。
私の一部になりなさい。で耐えるのが重要。巡り合いましょう。耐えるのが重要。さて仕事しますか。喜びと喪失の狭間。まあ相手息切れしてるからオリビエがあったとしてもまあ別に全然いい。重い。なんか重いんだよな。終わりにしましょう。ああユニコ状況か。大丈夫。死んだら神様が待ってるよ。ああ優しくない。優しくしたら。上帝いい上帝いい上帝ああいいです。もういいっすよ。確かにイカビールがいるから女帝にそこまでこだわらなくてもいっちゃいいんだよな。悲しみを歌いましょう。そういう意味だよね。確かに争わないで。あーんで出さなくていい、まあ、4点食らっても死なねえだろう。死なないだろう。大丈夫。あなたの純白の力。おー8点になった。これはでかい。殺しに来ている。殺しに来ている。さーて回復しないと死ぬか。4点になった。残り2点になるな。でもさ、じゃないと倒せないんだよね。いや、ここでいいのか。ここで失踪で、でもそろそろ回復しねえんだよな、俺って話か。回復2点でも、どっちみち2点になるんだよな。これで、これとこれじゃん、どっちみちだから、しょうがない。私のゲームを。また巡り合いましょう。そん時はそん時よね。うん。撃つ。天の意志はついえますか。そん時はそん時。なんかあったらしょうがねえ。はあ。はあ。マジかよ。7点ライフとか。7点とかもぎ取ってくるでしょあれ。いや8点かあいつ今6点。あいや8点殴るで残り6でしょ。いやー相手何引いても俺死ぬやん。死ぬやん俺。でももう言うてこれしかやることない。悲しみを歌いましょう。いやこれ後手すぎて負けたね。ここサタンか。サタンも入ってんのか。また負けた。また負けた。地獄の底で。いやでもまたサタンズサーバントとか、でもそれでもきついわ。ああ、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。無理、無理、無理。想像以上だ。7点もあったし、あいつも漆黒の魔性だっけ、あいつもいるし、無理。いやー、サタンか、サタンか、きついね、結構。あれ、きついぞ。てか、言うて別にそんなさ、イニシエのデッキじゃない言うて、あれなんかどっちかってそんなに、まあ、確かに強いカードは入ってるけど、うん、いやこのデッキの対応力は低いな。私が進む道は私が決める。作り変えようぜ。ちょっと変えましょう。道を違えて、ちょっと変えましょう。これちょっとやっぱ構えが弱いなってことか。うん、構えが弱い。この過酷あふれる世界に救いよ。序盤に結構いいようにやられすぎじゃない、やっぱり。いやーでも確かに相手の方が序盤序中盤強いんだよな。わしは死がない魔法使いじゃよ。進化圏とか。ユニコ頑張ります。オリビエか。言うてよ。あうっざ逃げられた。うざい。クロユー、素敵な夜にしましょう。命の巡りと覚悟。でもとりあえず相手はあんま回復はしないよね。わしは死がない魔法使いじゃよ。頑張ります。でワードローブレード調整じゃん。輝いている。魔装の鎧素敵でしょ。しっかりとしていこうか。お手調べだ。逆に高校の有利はある。魔装の鎧に取り込んであげる。ボイボレにはここが限界じゃ。私の一部になりなさい。ジジイ2枚処理して。いい事故ってるマジで。ラッキーラッキーラッキーラッキ
はい、ラッキー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 。血の契約、黄金の名約。はい、いえ、私の一部になりたくない。慌てはしない。ダメ、喜びと喪失の。その程度、全然その程度だったら全然。これはもう、これは勝ったな。普通に勝ったよ。相手自己理すぎだろ。どうした急に。私は不滅の愛を誓う。またちぎりましょう。勝たしてくるのは恐れないんだけど、まあ釣ってもか。複数に触れねえから、あの壁邪魔やったね。そういう話ね。ああ、じゃあこのターンは相手がしっかり守りましたっていうことでいいですか。なるほど、やってくれ。この攻撃はあなたのせい。また巡り合いましょう。私の一部になりなさい。こっちまだベルフェゴールもあるし、リリレしないよ。大丈夫、全然やれる。さて、仕事しますか。これは神様の言葉だよ。あ、行った。ここからです。大丈夫、相打ち状態だ。死んだら神様が待ってるよ。あ、そっちなの。優しくしてマジで4点殴らせてくれんの。本当に本当にいいんですかそれ。じゃあ私の一部になりなさい。素敵な夜にしましょう。何を取られるんだろう。神様、私のものにしてあげる。さあ、終わった。終わった。おとぎ様をお守りします。なんだよ、急に相手弱いやん。もう、あ、これ何、戻んないんだ。そうなんだね。まあ、どっちみち終わってるんだけど、急に弱くなるのやめろ。もう、まあ、あれかな、やっぱ何回も負けたからか。悲しみを歌いましょう。争わないで。姫様、撤退じゃん。ほら、少し本気を出す。めったに進化しないビーストドリネーター。いい子ね、こういうの好きでしょ。その意志、その力、あまりにも。終わった、疲れた。もう、ふん、お前も脆いな。来たー、もろたもろた。ゲッツ。どうした、お前の中にあった意志が消えているぞ。これではまやかしと変わらんではないか。わからなくなってしまったのです、あなたたちのせいで。やっぱ順番あったのかな。どういう順番なんだ。ユリアさん最後かな。思い悩むのは弱者の特権だ。存分に味わうがいい。ある意味優しい。ただ一つ分かることは、あなたにこの世界が必要ないということだけです。よく分かっている。この先にネクサスがいるのかね。ネクサス様は今まさに世界を消し去ろうとしています。まあ、みんなに拒絶されて心変わりするんでしょ、これから。そうか、では行くとしよう。さらばだ、弱き者よ。まあ、この後すぐ出会うんだけどな。ではこのまやかしに幕を下ろすとしようか。バルタザールよ。かっこいいって。さて、ネクサスとやらは私を楽しませてくれるかな。逆にこのもう先があるんだもんね。ちょっとやってみてえな。退屈な時間を過ごしてしまったからな。これ以上失望させてくれるなよ。いや、だいぶね、うんうん、苦戦したよ。ごめんね、俺のせいです。すいませんでした。ちょっとデッキ見直す必要はあるな。やっぱりちょっと単純だけどグッドスタッフにした方がいいかなっていう気はする。割とグッドスタッフ感はあるんだけどちょっと違うよねってのはある。で、終わった。
いやー、あとイリスさんとユアンね。ユアンがちょっと長いんで、一章からだから。まあ最初多分弱いだろうから、いいんだけど。まあ、ログインボーナスね、5時過ぎました。いい時間。結構やった。1時間半ぐらいやった。かかりすぎやー。ちょっとかかりすぎましたね。反省やぜ。まあそういう日もある。うん。これもまた我が肉我が血となりということでいいんじゃないですか。うん、じゃあここスキップしたことないな。スキップしてみようかな今度。いや実際ねちょっとかえてもろうてちゃう。アンギミです。うん、実際ちょっと変えてもいいかなと思うことあるな。ガンズミ感がありすぎるな。確かに。ていうかガンズミすんだらほんとぶっちゃけこの辺だよね。こういうカードはガンズミしてもいいと思う。ワンチャン、まあ、ちゃんと疾走も得れるし、てかすげえ強いよね、このカード。アンレットもフォロワーも触れる。まあ、女帝の枠、サハイスラでいいんだったら女帝もいらないんじゃないかって気もしなくもない。逆にね。まあ、ここが足りないけど、さっきの複数に触るシーンがもうちょっと欲しかった。ってのもある。まあ、多分ここはいらない。これやりすぎ。そうね、ちょっと組み直すか。最後にこれだけ組み直して反省会とするか。実際この辺どうよって話だよね。正直このカードはまあ若干グレーゾーン感はあるけど、ここまでしなくていいんじゃないって気はするんだよな。ユニコも果たしてユニコなのかっていう気がしなくもないけど、まあ言うてよねって話ね。あとは複数に触るかとか、あとベルヘゴールやっぱりしっかりガンズにするかどうかだよね。いやヒーローちゃん強いよな。ヒーローちゃん抜く理由がなんもないな。カラボスもなんだかんだで一応ドロソンになるから通っといて、あともうちょっと中間のアクション、まああとちょっとね序盤のアクションもちょっと欲しいんだけど、まあワンチャンリビエルちゃんとかは結構仕事するんだけどね。進化圏はブレイダーとかに使いたいじゃ使いたいからな。ワンチャンここも進化圏。いや、単純に必殺進化も単純に強いからな。まあ、回復カードはあるんだけど、しっかりとね。まあ、ワンチャンの守護？でもな、戦力にならねえんだよな。助教には繋がらないから。助教に繋がりつつ守護持ってるみたいなすげえ贅沢なカードねえかな。まあ最低限の仕事はするけどね、これね。ラウラ。バッサーゴ。うまく使うと強そうなんだけどな。多分このデッキだとそこまで発揮しないだろう、力を。唯一のある意味、ドロソね。契約どうなんだろうな、今。でも相手がさ、アグロ的なデッキだったら多分自殺行為なんだよね。まだね、ベルヘゴーラだったらワンチャン進化して1体処理できるからさ。で、その間2ドローもできるし、で、ワンチャン隙間が1でもあればドレイン打ったりもできるからね。だいぶ違うんだよな。ね。あー、強いて言うなら壁か。壁兼ドロー。でもドローをね、なんか違うんだよね。アンチャーとジェネラルとかね。隙間産業みたいな。でも、森原ちゃんワンチャンあってもいいような気がするんだよな。でも、1だけ回復するってのもちょっと微妙ではあるんだけどね、実際。違うか。単体でそこまで仕事していかないし。あ、必殺守護か。このカードいいじゃん。しかも、除去から耐性が得られるワンチャンねっていうね。エウリワレね。いいカードではあるな。でも自分自身に耐性がつかないんだよね。まあどれかしらになんかまあ、あ、でも単純に強いよね、実際。まあでも結局は4コスやっけ。6コスあたりの、まあ優秀どころ。まあ確かにヒーローちゃんとか必殺持ってるから、助教で触れなくなると結構やらしいアクションは取れるかもしれない。ね。あと一応ここか。二打目は入るからね。って話ね。でもな、進化時。
まあ、むしろここでいいんじゃないかっていうような話も。これ自分も食らうんだよな。いや、逆にね、確かにナハートちゃんとカロボスでみたいな。でもなんかこれ求めてるのここじゃないんだよね。特に回復云々とかでもないし、まあ、じわじわ自分がじわじわ回復しながらじわじわ相手を苦しめていくっていう意味ではありかもしれないんだけどねっていう感じだよね。ちょっと待って、まあ、とりあえずここは全然いい。頑丈にしても全然腐らないでしょう。破壊されて一度照らされる。ドミネーターね。ちょっと重すぎるよね。実際これも役目結構被ってるよ、ある意味。スペックもね。むしろ圧倒的に優秀。復讐状態だった場合。まあ、女帝が欲しいシーンがあった、確かに。相手がアグロ的な出来だった場合は、ここで処理しきれなかった場合とかを考えると、結構複数には触るんだけどね。こことかここは結構2体処理できるカードだからね。あとは傷ついてればワンチャンドレインバシバシ打てばなんとかなりそうなんだけど。入れとく？とりあえず。構え的な話。後半の構えが強い方が強いんだよね。でもセクシーワンチャン2枚入れとけば結構耐えられるかもしれない。こんな感じで一回ちょっと重さは増したけど対応力は増したはず。はい、というわけで。長くなりましたが、お疲れ様でした。バイバイです。次回、多分イリスさんやります。はい。